2023年に訪問した100軒の海外サウナ、一気にお見せします。それではどうぞ。クラマスキーサウナ。これじゃないですか、これ。サウナバッド。今、これ、サウナの中に行きます。ここ、外気浴できる場所です。いいですね。しかもこの川に入っていってるんですよ。フィッシュパーティーチェック。皆さんとんでもないですよ。まさかの焚き火。これが結構です。インブルノ。Thank you。でこいい。ナバリス。ちなみにこんな感じで来ております。これを引っ張ると水がなんとか お情けでね入れてもらえることになりました。いや優しいな。さっきの人たちサウナランパーと見てた。はい、最高でした。僕らはこれです。これで良かった。ビシエルソンドサウニダンケシューネスボヘンで。あんな、なんかシャワーみたいなの出てますね。プールエリアこんな感じですね。サウナはこの奥にあるって言ってました。今最上段に座ってこう撮ってますけど、こんな感じで。これはね、奥さんの足をね揉んであげてるね、旦那さんなんですよ。あ、いいですね。貸し切りでした。では、来ました。オランダクラブのマグロサウナ。水着じゃないと裸でタオルだけ向けって言われました。ウクライナから、ユークライナからいらっしゃいました。一緒にサウナ楽しんでます。ハローI'm from Japan to take sauna here. I'm from Japan to take sauna here. バイバイ。こんな感じですね。うわ、なんかもう若干怪しいマッサージやりますよ感めちゃくちゃあります。67度。暖炉分かれてて70度。あ、ちょっとねレンズ拭いたらこんな感じでクリアな映像になりました。こんな感じなんです。こっちはさらにぬるい、なんかスチームっていう。140度。ホテルの26階の テレビセックス。Thank you. I got it. Thank you. The smell is really good. The smell is really good.
I started already 34 years ago. So. ありますね、オーストラリア本当に。で、あっちが。めっちゃいいですね、ローカルのサウナって感じで。いや最高ですね。でも差し通とロッカーの保全、屋内プールは5層吹き抜けで、お手洗いになんと、こっちはサウナデコって書いてありますね、ちゃんと。来ましたサウナダコスタやっとなんか入れそうです。あ、Thank you。 そしてサウナ、これ勇気のバケツですね。アントワープに来ました。はい、I cannot wait。ここですね。すごかったです。こんな休憩ルームがありました。やっぱりお願いしてサウナヒーター入れてもらうのか、これ電気ついてるとなおさら綺麗ですね。この天井もなんかこの休憩エリアいいですね。こんな感じです。これはすごいですね、本当の岩っていうかです。これは全くもってサウナじゃなかったですね。私は男性の一人ぼっちなんで、これとにかく景色が素晴らしいですね。ですけど私がいざまにお尻触って触られました。もう全裸こにかく行ってきます。これはすごいですね。ですけど窓から教会が見えます。サウナ行ってきます。あ、おめでとう。wait 3, 2, 1 start。 美味しいですね。サウナの後は冷たい飲み物一択だったと思ったんです。そしてまさかのサウナはこれ、このちっちゃいの一つだけ。